今日はサークルの男子の家でみんなで飲み会。友達も一緒だけどカイド君の家に行けるなんて。ねえねえ、今日は泊まって明日みんなで近場の海行こうよ。水着もレンタルできるらしいよ。海来た、自慢のイーカップを披露するチャンス。翌日、やっぱ昨日シャワーは借りたけど無駄毛処理できてない。あのさ、水着着るし念のため軽装とかない？え、そんなんしなくたって大丈夫だって。ほら行こう行こう。そんなもんか、心配しすぎ。思い切って外に出てみると男子の視線が熱い。3人とも私のこと見てる。もしかしてみんな私のことじゃない？もしかしてみんな私の無駄毛気になってる？っていうか、なんであの二人は無駄毛生えてないの？後日、二人のツルツルの秘訣絶対に暴いてやる。私はまず麗華の後をつけることに。するとなんとそこには中高年男性と腕を組んで歩く麗華がいたのだ。サトシさん、お金ちょうだい。この前5万円あげたばっかりだろ。最近脱毛始めたからお金ないの。全身だと50万円もするんだよ。麗華、脱毛のためにパパ活やってたんだ。脱毛ってそんなに高いんだ。ねえねえ、ミオは脱毛してる？そんなお金ないよ。私バイトも親から禁止されてるし。脱毛行ってないのになんでそんなスベスベなの？胸毛どころか産毛すら入ってない。なんかめっちゃいい匂いするし、しかもお肌めっちゃ白くてきめ細かい。ママがもう遅いから今日は泊まっていきなさいって。お風呂にあるもの好きに使っていいからね。お風呂に入ってみるとカミソリすらない。普段から剃ってないってこと？もはや胸毛生えない大切。ショックを受けていると私はあるものを発見した。何これ？ムーム？除毛クリーム？試しに蓋を開けてみると、あ、これさっきミオからした香り。もしかしてミオの美肌の秘訣ってこれ？除毛クリームって肌リストでちょっと怖いけど、美肌の秘密知りたい。5分後、特にお肌ひりついたりはしないの。シャワーで流すと、え、めちゃくちゃスベスベ、毛穴ゼロ。しかもしっとり潤って、ちょっと肌白くなった気がする。これはまさしくミオの美肌。お風呂から上がると、この香りムーム使った？ごめん、勝手に使っちゃって。あ、いいのいいの、めっちゃ良かったでしょ。インスタで芸能人が使ってるの見て買ったんだ。ほら、結構みんな使ってるでしょ。うわ、菊池亜美さんも使ってる。特にムーモはクリームが毛穴の奥まで入り込んで、毛の根元からスルンと除毛できるから、男性の剛毛でも簡単にツルツルになっちゃうの。私も昔毛が濃くてさ、カミソリ負けして肌ボロボロになっちゃうし、脱毛サロン行くお金もなくて悩んでたの。ミオも私と同じように悩んでたんだ。高級シアバター配合でエステ級の美肌効果もあるし、一番すごいのは女性ホルモンを活性化する成分が入ってるから、使えば使うほど毛が細くなって生えるスピードも遅くなるの。モデルの間では永久脱毛クリームって言われてるんだよ。何それ、すごすぎ。だからミオ、海の時に剃らなくても肌ツルツルだったんだ。数日後、ムダ毛が生えてくる気配が全然ない。2週間後、そういえばまだ生えてない。ちなみにレイカはその後パパ活に失敗して脱毛サロンは解約しちゃったらしい。それからムーモを買おうとした私はムーモの口コミを調べてみた。そしたら毛が生えにくくなりました。剃り残しに焦ることもなくなりました。肌がもちもちになります。めちゃくちゃ評価高い。その後ムダ毛処理をしなくてもツルツルになった私は、どんな服でも自信を持って着ることができるようになった。何よりムダ毛処理からの解放感やばすぎでしょ。ムーモがすごいのは医薬部外品で効果が高いってことだけじゃなくて、どんどん毛が薄くなっていくから、芸能人やモデルもエステティシャンも絶賛してるの。だからムーモは楽天ランキングナンバーワン、リピート率も驚異の 94% なんだって。うわわわ、すごすぎ。ムーモってかなり高級な除毛クリームなんじゃない？芸能人も使ってるからね。定価は7120円。うーん、脱毛より安いけどやっぱ高い。でも今なら無料でムーモが手に入っちゃうって知ってる？無料？どういうこと？今 YouTube 限定キャンペーンでムーモを初回無料で試しちゃうの。ただ数に限りがあって、 YouTube で広告をたまたま発見できた人しか申し込めないんだけどね。へえ、ラッキーな人限定ってこと？そういうこと。間違ってこの動画をスキップしてしまうと YouTube 限定無料キャンペーンに申し込みできませんので、ご注意ください。メルカリや通販サイトを見ても5000円以上で販売されているにもかかわらず完売続出。転売目的での購入は絶対にやめてくださいね。申し込みはお届け先を入力するだけで1分もあれば完了。後払いも OK なので、クレカを持っていない人でも大丈夫。商品と一緒に届いた振込用紙を持ってコンビニで送料の500円払うだけ。実はムーモはCM や SNS に取り上げられた結果、爆発的に売れすぎて先日まで売り切れになっていたんです。今年の夏までに脱毛を完了させたい女子が殺到し、公式ホームページを見てみるとこんな文字が。今度もいつ在庫がなくなるか分かりません。キャンペーン終了のお知らせが出ていたら、残念ながら無料キャンペーンは終了です。除毛効果だけじゃなく美肌効果まであって、お家でエステ級の脱毛ができちゃうのはムーモだけ。今すぐこの動画下のボタンをクリックして特別キャンペーンが終わってないかチェックしてみて。